本では、原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？との意見が、一昔前に浮上していたよ。日本は、世界で唯一の核兵器による被爆国なのにね。被爆者が核廃絶に向けて動いている中、核兵器禁止条約を批准しない日本政府の対応も、たびたび話題になっているよな。そうだね。さて今回は、日本の潜水艦技術の発展による、オーストラリアについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2011年の東日本大震災によって、福島第一原発も被災し放射線が漏れてしまった事故もあり、日本国民にとって被爆原子力は身近な問題定義であるほか、驚異的な存在であるという認識はさらに強まっているよ。そのためか、この原子力を使うことをためらう野党の反対意見が多く、原子力潜水艦の建造は、未だ実現はされていないんだ。そんな中、時を経て、今原子力よりも強力かつ、高性能の潜水艦が誕生しているよ。通常動力型潜水艦では世界でもトップであることは間違いなさそうだね。だけどこのリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年の欧州潜水艦の進水式で明らかとなっているよ。その時、当然世界は度肝を抜かれることとなったよね。一番動揺を隠せなかったのは、言わずもがなオーストラリアだろうな。また、中国や韓国も同様に驚いたはずだぜ。これが、ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だったんだ。この時、なぜオーストラリアは公開したの？そういう型潜水艦の入札国に、最後まで候補に上がっていたのが日本の潜水艦で、そういう型潜水艦とは、日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦の艦級のことだね。平成16年度予算によって、海上自衛隊初となる、非対機依存推進潜水艦の艦級として建造を開始していて、10番艦までは、スターリングエンジンによる AIP システムを搭載しているよ。11、12番艦では、スターリング式 AIP を廃止する一方で、世界で初めて機関の構成要素にリチウムイオン蓄電池を採用した潜水艦級となったってわけ。このそういう型潜水艦の入札国にと、日本政府は期待していたんだけど、最後の最後でそれが叶うことはなかったんだ。それは、オーストラリアの存在があったためなんだけど、この時何があったのかというと、この選考過程において、一時期は日本の優位が伝えられていたこともあったのは戦術した通りだよね。そういう型潜水艦をベースとした日本としても、初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声が囁かれていたんだ。しかし、2016年の決定以降も、フランス案のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ日本がその間に欧州を配備したことから逆転受注の可能性も噂に上ったってわけ。このシェフラン級原子力潜水艦は、フランス海軍で計画中の攻撃型原子力潜水艦ユビ級原子力潜水艦を置き換える目的で設計されているんだ。計画時点ではバラクーダ型とも言われていて、派生型として、オーストラリア海軍において本級の通常動力版がアタック級潜水艦として計画されていたみたい。船尾には X 舵が搭載されることになっていて、通常動力型潜水艦アゴスタ級潜水艦ベースの小規模艦だった。前級のユビ級原子力潜水艦よりも、排水量は概ね倍増しているとのことだね。個人的には、今さらフランス案を保護にして、オーストラリア政府が日本への発注のやり直しを政府が決断する可能性はほとんどないと感じるが、何事にも絶対はないから、その可能性もゼロではないということだな。そもそも、日本にとって、オーストラリアは世界第4位の貿易相手国で、特にエネルギーや鉱物資源に関しては、世界最大の供給国となっているよ。鉄鉱石や石炭をはじめ、金などの資源に恵まれているオーストラリアは、世界でも有数の資源大国として知られているからな。この貿易関係がなくなると、日本の産業にもかなりダメージがありそうだよね。資源が乏しい日本にとっては、特にエネルギーの安全保障の観点から見ても、極めて重要な経済パートナーだもんね。このエネルギー供給がなくなるかもしれない、と考えると、オーストラリアとの関係悪化は望むところじゃないんだ。それでも、このタイミングでもしかりに日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき強固な理由がなければ日本をはじめ、各国も納得しないんじゃないかな。一説には、2016年の日本提案は当時のディーゼル機関と鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったんだ。最新型でリチウムイオン蓄電池となったことにその可能性を見る向きもあるようだったとのことだよ。しかし、日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは現時点では考えづらいのが事実。日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろうな。
そもそも、オーストラリア海軍では現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半をアメリカの兵器システムの上で運用しているんだ。このことから、同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われているんだよね。それでも、フランス案に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素。潜水艦の機能そのものだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当と思われるんじゃないかな。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に政権の座にあったオーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているんだけど、2015年9月に退陣に追い込まれてしまっているよ。代わって政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも、経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用を大きくせざるを得ない状況と見られているな。つまり、現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へと向かったことになるよね。日本の提案よりもより大きな比重を置く選択となったものと見られているってわけ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえ 200% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは想像に難くないんだ。このあたり、武器輸出国として様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは、採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえた、ある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われるよ。加えて、ドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは、ちなみに、ドイツの軍事費用は世界第7位。2021年12月現在で、ドイツ連邦軍は18万人以上の兵士と8000人の軍艦、3万人の予備役によって構成されていて、これはフランス軍に次ぐ規模となっているぜ。ドイツの軍事費は648億ドルとも言われていて、GDP 比 1.53% なんだ。NATO の目標である2よりも下回っているんだけど、これがどのくらい大規模なのかは伝わってくるよね。ドイツは2025年までに兵士を20万人にする、という計画もあり、世界の中でも軍事力をメインに考えていることがわかるね。このドイツの軍事力を見ると、軍事的な判断があったのではないかと勘ぐりたくなるよな。また、これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだけど、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからなんだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は、多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴とも言え、例えばインドなどでも見られている傾向だと言えるね。インドは陸海空軍と戦略核兵器部隊の約132万人と、アジアの中でも軍に力を入れている国の一つでもあるからな。数少ない志願制を採用しているインドの軍隊は、徴兵制が一度も行われたことがないことでも有名だぜ。法律上の最高司令官は大統領だけど事実上の指揮権は、インド政府のトップである首相が有しているという仕組みなんだ。ヨーロッパやアメリカ、日本に加え、こうしたアジア諸国も今後注目していきたいね。個人的には兵器としての一隻の潜水艦にあれもこれもと詰め込むのは、結果としてはどれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではとの危惧もあるんだけど、実際のところはどうなのかな。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているトサンアンチャン補給潜水艦が規模や兵装としては最も近い存在なのではないかとすら思えてしまうよね。トサンアンチャン補給潜水艦はこれまでドイツの潜水艦を自国内で建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している艦であり、攻撃型にもかかわらず VLS を搭載する重武装で知られているよな。ただし、軍事的にはこのトサンアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に耐えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるところだと思うぜ。韓国は、今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出を保護にされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサンアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思えるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。